枝豆雄です。はい、前回ですね、ニワさんがいただいた、ニワさんからいただいたこの枝豆栽培と、これをですね無事に、ここに土を入れて枝豆の種を5つですね、5つ、ちょっとスペシャルな量がたまたま入ってたので5つをここに入れまして、で、水をたっぷり、霧吹きでっていう話が、この説明書を見て初めて分かったので、そこからまあ霧吹きをゲットしましてですね、でこれでこうちょちょちょとちょちょちょとこう、毎日やってきました。そして、水をあげるとですね、下に穴開いてるもんですから、それをどんどんこう土の中を浸透した水が下に落ちてくるわけですね。それをこう拾う、受け皿がいると。それもこっちに書かれてたんですね、中の方に書かれてたので、そこでまあ知りまして、それで、これもゲットしました。これ受け皿、はい、これを今こうやってつけてます。そしてこれでずっとね、毎日こう育ててきました。その結果、ね、無事にですね発芽いたしました。どうもありがとうございます。はい、今日はお忙しい中に、この発芽祝賀会にお集まりいただいて本当にありがとうございます。はい、ここからですね、道のりは長いかもしれないですけど、まずは発芽したということで、しかもですね、割と育ってます。はい、割と早いです。みるみる、伸びてき、てますので、それを皆さんに見ていただいて、はい、美味しいビールでも飲んでいただけたらと思いますので、はい、ではちょっと私代用して除幕式をさせていただきます。はい、枝豆をが除幕させていただきますね。はい、ではいきますよ。いいですか。はい、オープン。はい、これ見てもらったら分かると思うんですけども、かなり伸びてます。僕もちょっと途中経過をちょっとずつ紹介しようかなと思ったんですけど、あまりにも早いものですから、ちょっとこの追いつかなかったっていうのがありまして、で、これわかりますか。これがですね、こないなってきたんですね。こないなってきた時にこれを見ましたら、これ、苗の成長に合わせて市販の支柱を立てて苗を安定させます。はい、市販の支柱ね、これはこっちに書かれてましたね、支柱ね、支柱ってなんて、これってなんだこの野郎になりまして、これしか割り箸ですけれども、はい、割り箸で、はい、今はこれ一本をですね割ってですね、縦長にしてですね、輪ゴムでちょっと縛ってですねやりましたよ。したらもうこう今これで、なんとかこれで、はい、枝豆太郎のですね、体が今、ワイバシーという、ものでですね今支えられておりますね。はい、ここまで行きましたね。はい、この後なんですけれども、これ説明を読んでいくとですね、より大きく育てたい場合はですね、根の周りの土を崩さないように注意して土ごと苗を取り出し、より大きなポットや
庭に植え替えてください。ポット、より大きなポットや庭さん、庭はないな、庭はないし、これは庭がいるとか、庭がいるとは書いてないな。大きなポットにしましょうね。大きなポットを、はい、大きなポットを買ってきてですね、で、入れると、はい、いうことですので、ちょっとそろそろそれを検討しないといけないなと思ってますね。ちょっと時間かかりますね。でもね、でもだいぶ早いですよ。豆太郎はだいぶ早いですけどね、うん、岩は立っとんな、うん、まあもうちょっとかな。これでどこに枝豆ができるんだろうな。でもまあちょっとあと心配なのが、5つ植えてるんですよね。5つ植えて1つなんですよね、今のところ。これはいつまで、いつ判断して1個だけという方に舵を切ってですね、それをまあ大きなポットに入れて1個集中、こう豆太郎だけに集中していくかというところがですね、ちょっと判断が難しいところ。まあちょっとこれからもまた温かい目で見守ってもらえたらと思いますので、はい、ほんまにええ色してるな、うん、すごい緑やな。いつになったら枝豆食べれんやろな。ではこの辺でまたお会いしましょう。枝豆代でした。